はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。熊散歩でございます。お久しぶりでございます。本日ですね、もう冬の前、晩秋ということで、秋吉台に来ております。山口県美祢市秋吉台ですね。そちらのですね、真長岳に、登っていきたいと思います。もうゆるいハイキングでございます。約2時間半から3時間ぐらいのハイキングでございます。よかったら最後まで、ご覧くださいませ。ではゆっくり、歩いていきたいと思います。今年3月以来の秋吉台でございますけども、ススキがめちゃくちゃ綺麗ですね。この時期やっぱり、ススキが綺麗ですね。今回のですね、秋吉台のハイキング、真長岳。秋吉台の北東にある位置にある山でございまして、比較的ですね登りやすい山かと思います。私自身も初めての山でございます。非常に楽しみでございます。それにしてもちょっとですね寒いですね。もう気温だけで言ったら多分8度9度ぐらいでしょうか。まあちょっとあったかいところにいれば暖かいんですけども、だいぶ寒くなりましたね。今日は絶好の快晴日和です。登山日和です。雲一つございません。いや、ここまで晴れてるの久しぶりだな、私自身。夏以来ですかね。はい、分岐点に着きました。ここをですね、私は右側のコースに行きたいと思います。右側から、真長岳登っていきたいと思います。一応ですね、周回コースでぐるっと回るような形で、本日は歩いていきます。では行ってまいります。多分あれですね、建物が見えますけども、少年自然の家でしょうか。そちらの、建物の横を通るような形で行くんですかね。というか入っていくな。はい、間違いなく少年の家ですね。自然少年の家です。ここを突きていくのかな、あちらの方に。ちょっと歩いていきたいと思います。はい、木の階段を上がっております。久しぶりのハイキングでまたもや体力が減っておりますね。いやでも真夏日とかよりか全然いいですね。全然歩きやすいです。まずですね秋吉台自体が歩きやすいところですからね。よいしょ、一歩一歩歩いております。希望が丘292m、登頂ですね。希望が丘っていうところ、まあ丘なんですかね、山なんですかね。まあとりあえずここに着きました。一旦ですねちょっと服を脱ぎます。中の服脱いで、向かいたいと思います。真長岳、手前ぐらいに着きますね。もうだいぶ歩いております。だいぶって言ってもあれですけど。いやー、気持ちがいいですね。何組かですね、すれ違いましたけど、やっぱり、気持ちがいいと皆さん言っております。ほとんどご年配の夫婦なんですけども、ソロは私ぐらいでしょうか、今のところ。いや、でも、ほんと今日最高の天気ですね、これ。あ、来てよかったっす。よいしょ。ああ、大正川だけでしょうか。これ呼び方合ってんのかな。登頂しました。よし。ふう。もうこれ、すぐ山頂でしょうか、大正ヶ岳と真名ヶ岳、そんなに距離ございませんので、もう間もなく、山頂でございます。よいしょ。いやー、やっぱ早いっすね。やっぱ2時間かかってんのかな、これ。2時間かかってないよな。あー、でも往復で、2時間半ぐらいですから、まあちょうどそんなもんか。はい、真名ヶ岳、登頂いたしました。いやー、山頂ですね、ちょっと人が何組いらっしゃってですね、狭いところですので、一旦ちょっと離れて、こちらで喋っております。いやー、でも絶景ですね。今からですね、ちょっとおにぎり持ってきたので、おにぎりを食べて休憩して、この絶景を楽しみたいと思います。では、休憩いたします。山頂付近で、休憩取ってますけども、こっからの眺め結構絶景でございます。いやー、気持ちがいい。風が少しありますけども気持ちがいいです、私にとっては。いやー、はい、休憩だいぶしました。20分ほど休憩させていただきました。だいぶ、日が昇ってきて暖かくなってきました。涼しいでございます。今からですね、下山してまいりたいと思います。ゆっくりとゆっくりと下山していきたいと思います。いやー、すごいですね。本当にいい天気でございます。いやー、来てよかったです。とりあえず、元の周回という形で、歩いていきたいと思います。はい、この分岐をですね、今度は、右側に、行きたいと思います。最初は左側からこちらに登ってきたんですけど、帰りは右側から、周回していきます。今回、秋吉台久しぶりに来ましたけども、気持ちのいい、ハイキングでございました。登山というよりハイキングでしたけども、まあでもやっぱり、こういった夏以外はものすごく気持ちがいい、山歩きだと思います。また次回、秋吉台、来年も来たいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。熊散歩チャンネルでございました。足元注意で帰りたいと思います。